天正大番、十両、後藤の墨半五代特上書、後藤四郎兵衛政策の奮闘、後藤四郎兵衛家は、室町時代から江戸時代にかけて御用達の長金を過食としてきた。代々、後藤家の当主は、後藤四郎兵衛を通称とした。小番中造を手掛けた金座の後藤正三郎家と区別するため大番座後藤とも呼ばれた。後藤家は、室町幕府の時代から、 御用達長金氏として使え、織田信長、豊臣秀吉の刀剣創進具、大板鋳造の御用達も務めた。関ヶ原の戦い以降は、徳川家康にも使え、大板の鋳造と住藩及び両外屋の奮闘の鋳造を受け負った。江戸時代では、大板座後藤家は腰物奉行の支配下であったが、大板も扱うことから、環状奉行及び町奉行の支配も受けた。 小番座初代当主、後藤昭三郎三次は、本生が橋本あるいは山崎で、後藤四郎兵役の職人として働く中、五代、後藤徳城に抜擢され後藤を名乗ることを許されたという。初代、後藤友情から七代剣城までの後藤屋敷は、京都上行柳原にあったが、寛永2年に、八代即則は徳川幕府により、江戸住みを命じられ、 本白銀町三丁目に屋敷を配慮した。明暦二年には十大連城が、御用達町人上座となり江戸館大英風町に屋敷を配慮した。明暦三年、明暦の大化により江戸の後藤屋敷は累承し、先祖以来の記録、家系図が失われたという。明暦の大化による、小村金銀武器直しの功労により、万治三年に不遅刻高250国を与えられ、 漢文2年から江戸ただ沈めとなった。正徳5年には、本白銀町と神田の屋敷を絵大番の墨番は品位を証明するもので、牧書が消えた場合は、後藤役所に持参して墨販料を支払い書き改めを受けた。大番中造は初はめ京都で行われたが、元禄年間以降は江戸で行われるようになり、墨番の書き改め、大阪にも後藤役所の出張所が設けられ、 当初、奮闘の不起所は、大阪山と橋東爪四丁目に置かれていたが、文化期より、奮闘の中造は、京都に移された。徳川幕府は、土良港の統一、不正防止を目的に計量器の統制を行い、まスは、漢文年間に、江戸の樽や東西門と京都の福井作材門、はかりは、上皇年間までに、江戸の朱髄彦太郎と京都の神善史郎の作るものが、 公定マス及びハカリとされ世襲制とされた。これらもマス座及びハカリ座といった御用達町人による請負い事業であった。そして、奮道の政策は、後藤四郎兵衛家が請負い、分道座が形成された。分け闘座の形成時期は明らかではないが、漢文5年3月に、江戸、京都、大阪に、偽奮闘取締りの触れ書きが出されている。 両替屋は使用する奮闘について、定期的に奮闘を改めすなわち検定を受けなければならず、検定された奮闘の建国院料を収入とし、建国院のない奮闘は使用現金とされ没収の対象となった。後藤史郎兵衛家は、茶屋史郎次郎家及び、門倉良井家と共に、京都の三長者と呼ばれた。御用達長人による恒例の年頭御礼もお万座後藤、金座、 後藤、本阿弥三郎兵衛、後藤縫井戸之助、茶屋、四郎二郎の順で筆頭にあった。この席順はしばしば変更され価格争論を引き起こした。元禄海中の功労により、元禄十年から、金座後藤十一代小三郎候補が、円通る罪となった、文化七年まで、及び金座後藤十三代三江恵門校通るが、雇用多市長人上席となった。 天保5年から入浪させられた高下元年までの間は、金座後藤が筆頭となり、大番座後藤は自席となった。これには、関ヶ原の合戦において、後藤徳城は石田三つなぎ方につき、大阪の陣においても豊臣方についたことから実居の生活を送っていたが、徳川方についた弟の後藤長のりは、 後藤宗家が耐えるのを憂いで、家康に斜面を取り付けたという背景があった。天正大番は、徳城の墨番であるが、慶長大番には、長塗りによる墨番のものがある。しかし十大連城が、幕府から江戸ただ沈めを命じられるようになると、京都在住の後藤の文家と江戸の四郎兵衛家との間に次第に対立が生じるようになった。京方十二年十一月には、京都の後藤家が、 江戸在住の白衛家は主に髪型の両替屋で、用いられている文道の事情に疎いため今後も従来、道理奮闘の御用は、京都で行うこと、近年、白衛家が独占主価値となっている大板の、墨板を京都方にも命じてもらう様、京都奉行所に訴えるという事態まで発展した。一方、白衛家は、京方十四年二月には、今後新大番の墨番の書改めは、 京都の後藤家では無用であると訴えるに至った。これに対し京都方では連番して、大番の隅番の書改めは、古来より、京都、江戸の両家が共に行うところで、四郎兵衛家の勝手な振る舞いは許されるものではないとして訴えたという。以下は、後藤四郎兵衛家の家系図である。初代、後藤友情。二代、後藤隆のり。三代、後藤上信。 4代、後藤光則、後藤元城、後藤雄徳。5代、後藤徳城、後藤長城、後藤則連。6代、後藤久し則、7代、後藤健則、後藤九嬢、後藤立城、後藤里則、後藤上縁、後藤正則。八代、後藤則城9代、後藤ほど嬢、後藤博則、後藤院城、後藤仙則、後藤慶則、後藤慶則、古藤松則。 後藤清則、十代後藤連則、十一代後藤通則、十二代後藤久則、十三代後藤延城、十四代後藤桂則、十五代後藤新城、後藤一条、後藤久則、十六代後藤香則、十七代後藤則則、正三郎や十四代吉五郎光弘。ありがとうございます。